阿蘇沼氏は日本の武士の氏族。富士姓足利氏の一族。足利友綱の四男、阿蘇沼四郎広綱を祖とする佐野氏族。下野国阿蘇郡阿蘇沼を領して、阿蘇沼氏を名乗ったのに始まる。自称、寿永の乱では、平家側についた本家の富士姓足利氏とは異なり、同族の山上氏、大越らと共に、源頼朝軍に従い、鎌倉幕府の下で御家人となった。広綱は、文治5年も奥州合戦にも参加、その功によりみちのく国兵軍東の保持当職に部任された。広綱の子、友綱は下野国の本領を継いだと伝わる。友綱に子はなく、弟の近綱の子、光綱を跡目とした。阿蘇沼城に寄ったとみられる。戦国時代には、佐野氏の家臣となっており、阿蘇沼義景の名が見える。広綱の子で、友綱の弟の近綱は、みちのくの唐の多物を継承した。唐の多物は、唐の12豪とも称される。近綱が下校したと伝えるが、実際は代官統治とみられる。後その子孫が奥州遠野へ土着し、建保年間には、広綱の次男近綱が護摩堂山に横田城を築き、そこを統治の中心とした。建武元年、近綱の四世孫の友綱の代には南朝に属している陸奥国寺北畠顕家によって、唐の多物所有を安堵された。天正年間の初め、広郷の時に、横田鎌倉城によって最盛期を迎えたが、天正18年、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しなかったため、仕置きを免れて、独立大名から南部支配下となった。そして、広郷の子、孫三郎広長の代になって、慶長5年関ヶ原の戦いの時、南部と信濃に属して、上杉景勝攻めの最上出陣中の留守の間に、一族の増沢城主、増沢広勝、横田城留守居役の上野広吉、平、清水平右衛門の三人が首謀者となって主家に反逆し、それに組みしなかった上父母日渡官主家、渡玄城を討った。一方、広長は、岩崎での戦いを終え、遠野に引き返したが、鍋倉城を占領され領地の遠野を奪われて、城に入ることができず、また、妻子は脱出の途中殺害された。広長は、妻の実家にあたる気仙郡与伝兵衛城に走り、伊達氏等の支援で、気仙全営を借り受けて3度にわたり、遠野に攻め込み奪回を図るも失敗。広長は、伊達領に身を寄せて、生涯を終え、遠野阿蘇沼氏の着流は断絶した。その後、遠野の所領を安堵された増沢氏らも、謀反を企てたとされ、南部と信濃によって、切腹を命じられ滅んだ。享保年間に、高尾方平大夫広隆によって著述された、遠野阿蘇沼氏の工房誌。上下2巻からできており、南部草書第3巻に収録されている。近綱はまた、安芸国与能賞を上級の蘭語に得ていた。この安芸国へも、阿蘇沼氏は土着している。近綱の孫、光郷の子孫という、中野村床山に寄った。南北朝期から、関東の上乱まで一貫して幕府方に属した。後大内氏の影響下に入り、応仁の乱や尼子氏との戦いに参加している。阿蘇沼広秀の時毛利氏に属した。江戸時代に入ると、長州藩主として続いた。ありがとうございます。